どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空の、マイレージプラスなんですけども、先日のね11月の15日に、固定性から、まあ、変動性にね、変わりますっていうアナウンスがね、結構前にありまして、まあ、実際にね、それをが過ぎてね、今回この変更点っていうのをね、ちょっとね解説していきたいなと思います。ユナイテッド航空の、マイレージプラスっていうものは、まあ、ユナイテッド航空の、マイルなわけなんですけども、日本に住んでる方でね、このマイレージを貯めているっていう方もね、かなり多いんですよね。まあ、というのも、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、まあ、ANA と、スターアライアンスで一緒ですよね、グループが。ということなんで、ユナイテッド航空のマイレージで、ANA の国内の特典航空券が発券することができるんですよね。まあ、発券することはまあね、珍しいことではないと思うんですけども、ANA の、必要マイル数より、このユナイテッド航空の、マイレージプラスで、発券した方がですね、必要マイル数がまあ少なく発券できるんですよね。まあ、これがまあ ANA、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスのまあ人気の理由っていう感じで、東京からね、福岡とか、札幌、まあ、伊丹から、那覇とかね、東京とか、まあ、東京、まあ、北海道もそうなんですけども、800マイル、距離にして800マイル以内の区間は、5000マイルで発券できてしまうっていうね。だから、ANA とかのね、発券するより、必要マイル数が少ないんですよね。っていうので、日本の方でもね、とても人気のマイレージサービスっていう風になってるんですけども、一応ね、まあ、事前のアナウンスで、ANA とかね、その、提携の特典航空券はね、まあ、影響ないんじゃないかって言われてたんですけども、まあ、ちょっとね、外資系の、航空会社って本当に、わかんないんですよね、こういうのも。っていうので、ちょっとね、私自身ね、どうなるんだろうなと思っていて、まあ、11月15日を迎えて、最初はね、なんか全然変わってなくて、ああ、大丈夫だったね、みたいな感じだったんですけども、ちょうどね、時差がありますよね、東京とアメリカで。それをちょうど時差超えたぐらいからから、あれ、なんか、予想おかしいな、みたいな感じになりましたんで、まあ、ちょっとね、こちらを、話していきたいなと思います。で、今までの、改定前っていうのが、マイルの有効期限、マイレージプラスのね、有効期限が今まで18ヶ月だったものが、無制限になりました。で、ここからがね、一番の変更点なんですけども、今までね、21日前までの、発券に対して、まあ、今までは75ドルっていう、まあ、緊急発券手数料みたいなものが、まあ、発生してたんですよね。これがこの改定でなくなりました。本当に0円になったんですよね。でもですね、このゼロになったことによって、30日前までに発券したもの、航空券ですね。ユナイテッド航空のマイレージプラスで発券した30日以内の、航空券は、手数料のがなくなった代わりに、3500マイルがね、追加されることになったんですよね。っていうことですんで、まあ、今までは、75ドル、21日前までかかってたものが、それ、75ドルはなくなりましたけども、8500マイルになりましたよっていう感じなんですよね。ちょっと残念ですね。まあ、お金がかからなくなったっていうのはね、とてもいいことだな、ありがたいなと思う点なんですけども、まあ、それで必要マイル数が、まあ、実際に上がっているわけですんで、だから東京を、福岡とかね、札幌とか行く場合でも、まあ、8500マイルかかってしまうわけなんですよね、片道で。っていうことなんで、まあ、その点はね、まあ、要はこの、30日前までのね、発券ではちょっとお得感がなくなってしまうよっていうのが、今回の話。で、プラスね、固定性から変動性っていうものに変わったってお話をさっきしましたけども、この固定性から変動性に変わったのはですね、まあ、グループのね、ANA の特典航空券、国内の特典航空券は別として、ユナイテッド航空のユナイテッド便が、これが対象となりましたんで、まあ、簡単に言うと、まあ、東京、羽田からニューヨークに行く、
ユナイテッド航空の便を、マイレージプラスで、予約しようと思った場合、何マイルか分かんなくなってしまったってことなんですよね。で、組み合わせみたいなものしか分からないわけですよね。ですんで、ここは何マイルだけど、ここは倍のマイルみたいな感じなんですよね、日付で。だからこれがまあ変動性なんですけども、まあこんな感じでね、変更になってしまったわけなんですよね。まあ本当にだから、その調べてみないと、その必要マイル数が分かんなくなってしまったっていう、印象なんで、でもちょっと目標が立てづらい感じになってしまったっていうのが、まあ今回の変更点かなっていうところですよね。いかがだったでしょうか。今回はね、ちょっとね、短い動画になってしまったんですけども、11月15日でね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの、変更点をちょっとね、解説させていただきましたけども、ちょっとね、私が分かる範囲でちょっと調べたものになってしまいますんで、もしね、この動画見ている方で、実はこういう情報ありましたよ、みたいな感じがありましたら、ぜひね、教えていただきたいなと思っておりますんで、ぜひよろしくお願いします。で、この30日はね、まあ、日付でどんどん、お金変わっていくじゃないですか。本当に時差もね、関係してって、値段変わってくるんで、まあ、午前と午後の便がね、必要マイル数が変わったりしますんで、本当に緻密に、気をつけてくださいね。本当に午前中は大丈夫だったのに、午後ダメみたいな感じに、なってるみたいなんでね、その点も皆さん気をつけて、このユナイテッド航空のね、ANA のね、特典航空券利用されてる方はね、ぜひそこだけ、気をつけていただけたらなと思います。で、最後にですね、まあ、今、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、マリオットボンボイとかね、ホテルのポイントサイト、ポイントからね、移行すると、30% 増量キャンペーンがね、今やっておりますんで、まあ、ぜひね、今回これでね、ANA のね、国内の特典航空券の、なんていうんですか、影響がね、まあ、ないっていうことがね、一般期間はね、ないので、交換されて、30% 増量キャンペーン乗りたいっていう方はね、まあ、今からでも間に合いますんで、まあ、ぜひね、やっていただけたらなと思います。そのキャンペーンについてはですね、また別の動画出しておりますんで、まあそちらね、ちょっと見ていただいて、ちょっとね、ポイント交換するかどうかね、ちょっと考えていただけたらなと思います。今回はね、こんな感じで、動画を終わりたいと思います。この動画役に立った、面白かったという方は、いいね、チャンネル登録をお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のね、ツイッターではですね、普段のことから、ポイントサイトの案件なんかもね、つぶやかしていただいたりしております。で、この動画のチャンネルではですね、もともとは ANA マイル、ANA のこと、ANA マイルを貯める、ポイントサイトの運用方法とかね、飛行機の搭乗レビュー、マリオットボンボイの宿泊レビュー、お得情報、クレジットカード、私の大好きな街のね、ニューヨークの紹介なんかも、しております。もしよかったらね、ぜひチャンネル登録をしていただいて、見ていただけるととても嬉しいです。それではね、今回の動画はこんな感じで、終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。